僕はずっと、真摯な気持ちでまっすぐに、正直な気持ちで、彼女を応援していきたいと思ってます。はい、では6人見てみます。6人目2回連続かな、早稲田大学吉田瑠美選手。まあ入るでしょう。大学トップクラスに可愛いでしょう。はい、今の大学生では僕は多分トップクラスに可愛いと思ってるし、あとね、吉田選手が大学1年生の時のインカレ、たまたま僕が見に行ってて、ですぐ僕の横か一人挟んだ横ぐらいにいたんですけど、間近で見るともう顔ね、すっごい白いで肌綺麗。あのね、吉田選手はめちゃくちゃ顔白いっすよ。ああ、もう生で見た人わかると思うけど、ものすごく肌が白いんで、まあ綺麗ですよね。で、顔はね、まあどっちかというとちょっと童顔っぽい感じなんですけど、まあでも、まあ、髪の毛縛って、で今ね、ちょっと綺麗系にもなってきてるかなっていう感じがします。はい。で、バドミントンの実力は、高校自体はもうね、もうインターハイで優勝したりとか、ダブルスで、もうすごかったですよ。で、もう大学でも、2回連続なのかな ?2 回連続でダブルスでベスト4に入ってるんで、まあ大学でもやっぱり全国トップクラスの実力を持ってるこの吉田選手、ルックスもいい、実力もある。はい。もう大学のね、バドミントン界ではね、ものすごく、やっぱ女子選手、ルックスだけで言ったら僕は、5本の指に入る。まあ5本っていうか、まあ僕的には3本の指に入るぐらい可愛いんじゃないかなと思ってます。はい。な感じです。で、ちなみにね、僕今回インカレね、今年のインカレ嬉しかったのは、この吉田選手がシングルスでも結構上位に入ってきてるっていうのは僕はね、嬉しかったんですよ。はい。もう吉田選手ってもうダブルスの印象強いけど、やっぱり吉田選手のシングルスもなかなか見ているとね、面白い。もうダブルスだけじゃなくて、吉田選手はものすごくね、シングルスの方も面白いんで、ルックスも可愛いし、バドミントンのプレーも面白いしっていうので、まあ、ぜひともね、応援の方をね、よろしくお願いします。はい。もうね、ルックスね、まあ、ルックスもそうですけど、なんかね、雰囲気がいいよ。はい。な感じです。はい。長いっすね、今回ね。7人目いきます。7人目は、最瞬間制約所。内山千尋選手。はい。初登場。もう、7人目ですよ。はい。あのね、内山選手は、ほんと、最瞬間制約所の YouTube チャンネルの自己紹介の時の動画が、もう食べて食べて食べてっていう、その例の、まあ、伝説の動画。もう伝説のシーン。あのシーンで、僕はもうハートをね、ズキュンとね、打ち抜きましたよ。でも、内山選手はね、まあ、高校時代は、ダブルスもシングルスもどっちもやってて、ダブルスでの活躍が結構多かったと思うんですけど、でも中学校3年生の時に、なんと JOC で2位になってるんですよね。中3で。実はシングルスもできるっていう。で、高3の時はね、もうシングルスもインターハイ2位で、もうそれはね、ものすごく試合数が多い中で、シングルス決勝で、まあ、郡司選手にね、負けましたけど、でもあれはね、あの試合数を勝ち抜いた内山選手ね、2位だけど、僕はもうすごいと思うし、しかもルックスも僕は可愛いと思う。はい。で、何よりもう内山選手はもう食べる、もう僕もね、自分がすごく食べますっていうことを隠せない、堂々としてる、まっすぐな姿勢が僕はすごくね、好きですね。なんでまあ、もう内山選手ね、もうキャラクターもなんかね、いいよね。まあ多分実際話すと、まあやっぱバドミントン選手なんで、負けず嫌いなところが多分ね、出ると思うんですけど、でもね、やっぱり、うっちーも、もう女の子なんで、女性なんでね、社会人になってからは、ダブルスメインなのか、シングルス中心にやっていくのか、まあそこら辺はね、わかりませんけど、まあダブルスにしても多分シングルにしても、どっちにしろ僕は内山選手は期待してもいいんじゃないかなっていう選手の一人ですね。はい。でもまあ個人的には、ひるがみ選手とかともう一回ね、ダブルス組んでほしいなと思ってます。はい。まあ、内山選手のシングルスもいいんですけどね。はい。な感じで。内山さんとはね、一回ぜひともね、一緒にご飯食べたい。もうね、なんかね、もうご飯を、なんかもう、
ごちそうしたいんですよね。もうこれだけもう自分たくさん食べますって言ってるぐらいだから、なんか目の前ですごい内山選手がご飯食べてるところを見守るような目線で見たいっていうのがちょっとありますかね。なんか変ですかね僕ね。はい、こんな感じなんでね、ぜひとも機会があったら内山さん一緒に一回ご飯を食べる機会があったらいいなと思ってます。はい、こんな感じです。では8人目いきます。8人目はね、まあ、はっきり言って今回この10人選ぶ中で何があろうと入る選手なんですよ。うん、僕はね、何があろうとこの選手は、まあ、前回もそうだし今年も入るって思ってて、よっぽどのことがない限り来年も入る、そんな選手です。はい、日本ユニシス高橋美優選手。はい、ミューミス、はい、もう絶対入るんだから、もう間違いなく、もうこのチャンネル見てる人はね、もういつ入るの高橋選手、いつ入るのって思ってましたよね。いや、まあさすがに最後に大トリ持ってくるとなんかいやらしいし、でも前半に出すのなんかね、もったいないなと思ったから、今回はあくまで8番目に紹介しました。はい。で、最初言ったけど、このね、順番っていうのはランキングじゃなくて、可愛いと思った10人を適当に並んで順番に紹介してるだけなんで、だからこの8人目に選んだから8番目に可愛いってわけじゃないんで、はい、そこら辺はちょっとね、間違えないようにしてほしいなと思ってます。で、みゆみゆはね、もうね、まあ、シングルスをする機会がだいぶ減ってるのかな？公式試合では。今は割とダブルスの方を中心でやってるっていう感じ。まあ本人の足の怪我が完全に治ったのかどうかっていうのはわかりませんけど、僕はね、もうシングルにしてもダブルスにしてもミューミューをね、僕ずっと応援していくんで、何があってもミューミューはミューミューです。はい。僕はずっと、真摯な気持ちで、まっすぐに、正直な気持ちで、彼女を応援していきたいと思ってます。はい。なんかあったらね、あの力に、ね、なれるような機会があったらいいなっていう風な感じですかね。もう何にしてもこのサウスポーで身長があってね、で、ものすごくまあルックスもいいしっていうね、この3拍子揃ってる選手なんで、まあ、今後ね、多分成績も出すとは思うし、多分ミューミーは絶対もうね、A 代表入る、将来。入る。で、オリンピック出るよ、きっと。うん。出る。もう、僕は断言する。間違いなく高橋美優という女子選手は、福島由紀選手とか、まあ、藤井瑞希さんとか、まあ、ああいうね、もう青森山田の先輩たちと同じように、A 代表に入って、オリンピックに出る。オリンピックでも活躍する。もう世界の舞台で活躍していくような選手に成長すると、僕は信じてます。はい。なんでね、あの、皆さん、今回ね、たくさんの女性紹介してますけど、みゆみゆは別格でね、僕応援してほしい選手なんで、ぜひともね、応援の方をよろしくお願いします。はい。で、みゆみゆへの誹謗中傷は僕は絶対に許しません。彼女への誹謗中傷を言ったやつは僕がぶっ飛ばしますから。はい。こんな感じです。はい。熱い。ちょっとね、熱がやっぱ入っちゃいますよ。では、9人目いきます。やっと9人目っすよ。やっと9人目。9人目はこちらです。最春眼性役所。広上瑠衣選手。はい、広上選手ね。まあ僕、地元は一緒なんですけど、広上選手は、身長がね、伸びたよね。もう彼女が小6の時から知ってるけど、あ、小5かな？小5の時から知ってるけど、すごい身長が伸びたよね。で、ルックスもいいし、で、あの、広上選手のお母さんもちょっと面識があるんですけど、お母さんもものすごく綺麗な方だし、広上選手もものすごく綺麗ですね。で、あのね、でもなんとなくね、お父さんにも似てるんですよね。で、やっぱり、高校は福島に行ってしまったけど、まあ、地元の出身の選手っていうことで、まあ、応援していってるし、まあ、やっぱりね、小6の時とかね、県内の、強化練習とかで2、3回試合したんですけど、まあ、その時から広上選手はね、あ、この子すごいセンスがあるな、将来絶対多分活躍するだろうなっていうことを感じさせるような選手でしたよ。はい。で、お母さんもね、すごくいい方なんですよね。なんか、で、その正直に言っちゃうと、最初はちょっとやっぱね、お母さんももともと実業団選手だから、
やっぱね、雰囲気というかね、僕勝手にちょっと近寄りがたいなって思ってたんですけど、意外と近づいてみたらそうでもないというか、あんまりなんかそういう雰囲気を出さないところに、あの本当ひろがみ選手のお母さんにも好感が持てるし、ひろがみ選手もね、実際喋ってみるとね、あのすごく、まあ、丁寧というか、あの年上の方に対しての、まあ、対応っていうのがもう小学校の時点でできてました。はい、まあそんな感じなんでね、今回は可愛いと思う女子選手10人っていうことで、まあ9人目に選びましたけど、まあ、バドミントン選手としてね、どっちかというと、地元の選手として、まあ僕は応援していってるっていう感じですかね。はい。ぜひとも富山県のバドミントン関係者の皆さんは、この広上選手の、応援をしてほしいなと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。では、長かった。可愛いと思う女子バドミントン選手10選、最後10人目発表します。めちゃくちゃ悩んだ10人目もね、悩んだよさすがに。10人目はもう選べなかったもん、正直。もう最後の最後まで迷って、でこの10人にしようって思った最後で、やっぱこの選手にしようって決まったのが今回の10人目なんで、これはね迷った選手です。はい、では発表します。ラスト10人目の選手、最瞬間制約上志田千春選手。はい、なんかね、僕の動画見てる視聴者の人で志田ちゃん志田ちゃんって言っても、志田千春さん大好きな人がいるんですよ、で僕前は志田選手って、まあ可愛いんだけどあんまりタイプじゃないんだよなっていう感じだったんですけど、改めて見るとまあ、確かに可愛いと思います。はい、でも、まあ、正直言うと僕のタイプじゃないんですよね、正直言って。はい、僕のタイプじゃないけど、まあ、明るくて割とやっぱり見た目によらず多分、まあ、口調とかも丁寧なのかなっていう気もするし、まあ確かに志田選手のこと可愛いって思う人の気持ちはね、わからんでもないけど、今回はね、非常に迷ったけど、でも最後の最後で入ってきたっていう感じですかね。はい。で、国際大会の方でも最近ちょいちょい活躍してるんで、まあその辺ね、ほんと A 代表に入って、まあ成長していってるのかなっていう気もしますし、あの、スディルマンカップの時かな。スディルマンカップかユーバー杯の時に、確か試合中に怪我してるんで、まあその怪我がちょっと心配なんですけども、今後はまあ大きな怪我はせずに、国際大会で、活躍しておいてほしいなと思ってる選手の一人ですね。いや、これね、志田さんのね、ファンの人が僕の視聴者にいるんですよ。まあそいつ喜ぶんじゃないかなという気がするんですけど、まんまとでもなんかはめられたなっていう気はするんですけど、まあまあまあ、でも確かにまあ可愛いからいいよ。はい、10人目は、志田千春さんです。はい、はい、では、今回はね、もうこの企画もう長い前編後編分けましたが、まあ感想を言うと、まずまあ率直に言うと、この企画は毎年多分すると思います。はい、なんか結構あの女子選手のこうやって10人選ぶんなら、じゃあかっこいい男子選手もやってほしいっていう声を僕にリアルに言ってくる人もいるんですけど、あのね、どういう男子選手がかっこいいのかって、ね、僕いまいちわかんないんで、それがね、できないんですよ。だって、なんていうかね、これダメなのかな、言ったら。バドミントンやってる男子選手、僕あんまりかっこいいと思わなくて、いや、バドミントンやってるからかっこいいって思わないんじゃなくて、単純に、なんだろう、僕自身がね、どういう顔の男子がかっこいいかっていうのは、わかんないですよね。僕自分のこともかっこいいと思ってるタイプなんで、多分ね、感覚がね、まひってるんですよね。だからそういった感じなんで、かっこいいと思う男子選手は多分ね、まあ、今は、それを、まあ、しようと思わないっていうより、できないって言ったら正しいかなという感じですね。はい。でも、女子バドミントン選手、ほんとルックスも可愛いし、すごく実際対応してみるともう言葉遣いも丁寧なんで、
で、こういった言い方すると、またね、ちょっとダメかもしれないんですけど、男性側からしたらものすごい、いい優良物件だと思うんで、女子バドミントン選手はすごく僕はね、おすすめです。はい。でも、女子選手って言っても、ちゃんとした実業団で、全日本総合とかにね、出てるようなチームでやってるっていう選手が僕はいいなと思ってます。はい。中途半端になんか地方とかのなんかしょうもない実業団のチームに入ってる女子選手じゃなくて、ちゃんとその全日本総合とかに出てる女子選手はものすごくやっぱりその人に対してのね、応対とかもすごくね、ちゃんと丁寧なんで、まあ女性としてもすごくね、魅力があっていいなと思ってます。はい。ぜひとも今回紹介した10人の選手の応援の方をよろしくお願いします。では、皆さん、長かったですけど、今回はこの辺で終了します。